現在5位、セカンドステージ好調のサガン鳥栖、いきなり前に行ってシュート打ってきました、入りました、キャプテンの決めびで後半開始早々あっという間の先制ゴール、前半戦生まれなかったゴールが開始直後後半生まれました。ちょっとフロンターレとしては集中を欠いてしまいましたね。いきなり来ましたね。ただキムミルのドリブル、ファーストコントロールからシュートのコースですね、あまりシュートは強くなかったんですけど、非常にいいコースに行きましたよね。ここら辺ね、少し前に出たところをまたですか、ちょっとキーパー取れ